セヤド・サリホビッチは、ボスニア・ヘルツェゴビナ・ズボルニク出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはミッドフィルダー。左足から強烈なシュートを放ち、フリーキックのスペシャリストとして知られていた。1984年、ボスニア・ヘルツェゴビナに生まれる、紛争の始まる前の1992年に、家族でドイツのベルリンに移住。 17年後の2009年6月に家族と共に故郷を訪問した。ヘルタ・チェーレンドルフのユースチームに所属後、2000年にヘルタ・ベルリンのユースチームに移籍した。2004年にトップチームに昇格し9月26日、ハンブルガー・エース V 戦でドイツ分でスリーがデビューを飾った。2006年に TSG1899 ホフェンハイムに移籍した。 2007-08シーズンは2、ブンデスリーガで準優勝に貢献し、雑誌で2、ブンデスリーガ2007-08シーズンの最高の選手と評された。2008年11月に契約を2012年6月まで延長した。2015年6月7日、奇襲人は続級クラブへ7月1日付で移籍すると発表された。2017年2月、 FC ザンクトガレンへ6月末までの契約で完全移籍6月末の契約満了後夏の移籍期間内に新たな所属先が見つけ出せず無所属状態となった。2017年9月13日、中盤選手の相次ぐ負傷で手薄になっていたハンブルガー SV と2017から18、シーズン終了までの契約を結んだ。2007年10月17日、 ボスニアヘルゼゴビナ代表としてデビューを果たした。2009年9月9日、トルコ代表戦でフリーキックから代表初ゴールを決めた。セレホビッチ、wECANBEATANYONEFIFA.com ハット、アイビセビッチ、ゼロムセボリチザキチャルハット。 サジョットセレーホービッチファーレスト大 TSG1899 ホフェンハイム公式 HP2015 年6月7日、ボスニア代表の FK 職人、ドイツから中国へ移籍境のハンブルクが無所属のサリホビッチを獲得分で3が、日本語公式 HP2017 年9月13日。ありがとうございます。